クイーンズの近隣住区の一覧はニューヨーク市の行政区の一つであるクイーンズ区の近隣住区を並べた一覧である。ニューヨーク市の他の4つの行政区と異なり、郵便の宛先の町名の欄には行政区名でなく一部の近隣住区名が用いられる。例えば一般にアメリカの住所はストリート、タウン、ステートのように書かれるのでタウン、ステートの部分は マンハッタンの住所の場合は、ニューヨーク、ニューヨーク、ブルックリンの住所の場合は、ブルックリン、ニューヨークのように、近隣住区名でなく、行政区名で書かれるが、クイーンズの場合は、カレッジポイント地区の住所なら、クイーンズ、ニューヨークではなくカレッジポイント、ニューヨークと書かれる。ZIP コードが1960年代に導入されて、以来1998年まで、 アメリカ合衆国郵便公社のデータベース上は、クイーンズとなす総軍西部は5つの市として区分され、取り扱われた。この配達区分は、近隣住区のアイデンティティを損ねるものであった。クイーンズ区民の絶望と、会議員、ゲイリー・アッカーマンのサポートによりこの区分は、撤廃されたが、元の ZIP コードは、現在もアスプスの配達に用いられている。歴史的な理由から、 ZIP コードの最初の3桁110はフローラルパーク、111はロングアイランドシティ、113はフラッシング、114はジャマイカ、116はファーロッカウェイに当てられており、112はブルックリン、115はナッソー軍西部に当てられている。ありがとうございます。